女優の蒼井優さん33歳とお笑いコンビ南海キャンディーズの山里亮太さん42歳が結婚。4月に出会ってからわずか2ヶ月で結婚を発表です。2019年6月5日午後7時から東京都内のホテルで2人揃っての記者会見が行われ、6月3日に入籍したことを報告しました。お前か？私の大事な親友を奪ったのは。と、南海キャンディーズのしずちゃんが記者会見に登場し、3人での記者会見となりました。しずちゃんが2人のキューピッド役となったそうです。蒼井優さんは山里さんと結婚する最大の理由を聞かれ、一緒にいて振動くらい笑わせてくれる、人に対しての感動することと許せないことのラインが一緒、金銭感覚が似ている、冷蔵庫をちゃんと閉める、優しいと答えました。どういう感じでお付き合いすることになったのか？と質問には、一緒にいて楽しんでくれて、好きかもという可能性をちょっとずつ増やしていって、これ多分好きだよなという時に告白しました。付き合うきっかけは？との質問に山里さんは、僕と付き合ってみます？と答えました。蒼井優さんははいと答えたそうです。その時点で結婚前提でしたか？という質問には、その日中に結婚を考えていることを告げたそうです。それに対し蒼井優さんは、私なんて答えたっけ？と緊張のためか記憶が怪しかったのですが、山里さんによると、私もと答えたそうです。告白はいつですか？との質問には、4月の真ん中頃です。しずちゃんにはいつ報告したんですか？という質問には、遅くて1週間くらい前だとしずちゃんが答えました。両家にご挨拶とかお済みになっているんですよね？はい。私の自宅で会っていただいたんですけど、泣いていました。たくさん心配かけて生きてきたので、
心の底から嬉しかったです。お父さんもものすごい緊張してくださったんだよね。あんなに舞い上がっている父を初めて見ました。蒼井優さんのお父さんが3つのセリフを言ってみたかったらしく、どこの馬の骨かわからんやつに娘はやれん、君にお父さんと言われる筋合いはない、手塩にかけて育ててきた娘を貴様みたいなやつにやるわけないだろう。という芝居をしたそうです。吉本武才クランキング殿堂入りしていた山里さんが、魔性とまで言われたモテモテ女優の蒼井優さんと結婚になったのです。山里さんのことを蒼井優さんは、メガネを変えるとかっこいいです、しずちゃんがパンティ泥棒みたいなのにと笑いました。恋多き女優と言われた蒼井さんが山里さんを選んだ一番の決め手は、という質問に対して蒼井優さんは、私を好きになってくれる男気ですというコメントしました。山里さんは、好きになるのってそんなに覚悟必要でしたっけ、とボケましたが、蒼井さんは一方的に、私が好きになったとしても言っていただかないと前に進めないので、いろいろあれですけど、それでもいいと言ってくださって本当にありがたいですと言葉を続けました。結婚指輪について蒼井優さんは、結婚指輪は断りました。もので大切なものってなくすんです。それより何かを一緒に経験することに使ってほしいかな。旅行プランを考えています。給料3ヶ月分ぐらいですか。給料がバレるという、高知に旅行に行きたいそうです。二人はどういう風に呼び合っているんですか。ゆうと呼んでいます。呼び捨てですか。
ゆうさんは？りょうたと呼んでます。今はスムーズに呼び捨てできます。芸能界一のモテ女優を独り占めしちゃったわけですよね。フェイクニュースじゃないかって話題になっています。エイプリルフールとか、アオイさんは最後に行われたフォトセッションの後、はっきりとした口調で、先ほど山里さんのどこが結婚の決め手になったか、と言われた時に一番大事なことを言うのを忘れてまして、私は山里さんの仕事に対する姿勢を尊敬しています。何で山里さんと生涯を共にできたらと思えたかというと、私も基本的に怠け者なのですが、仕事に入るとなったらとことんやってしまうんです。山里さんを見ていると、それで間違っていないんだなって思わせてくれるので、とても勇気が湧きますとコメントしました。葵優さんは、とはいえ私より山里さんの方が仕事がないと生きていけない人だと思うので、これからは自分がいただいた仕事は精一杯やりますが、できる限り亮太さんを支えたいと思います。今日はありがとうございましたと初心表明をするように会見を締めたのです。山里さんにとってはこれ以上ないほど心強く幸せを感じる締めの言葉だったのではないでしょうか。どうやら本気みたいですね。結婚届も提出済みのようですから、末永くお幸せに。